で、私の自己紹介なんですけども、私の社会人デビューがですね、テルモ株式会社というところなんですけども、皆さんもこのテルモの、電子体温計をお使いになったことがあると思うんですけども、実はこのテルモの電子体温計はですね、私が作った電子体温計なんですよね。その基礎研究からですね、回路設計とかですね、それからあと構造設計とかですね、それから生産ラインの設計とか、ブドウの改善とかですね、この4に足すですね、ほとんどのところをですね、やらせていただきまして、なのでですね、このテルモの電子体温計、大体病院に行くとこれが出てくるんですけども、電子体温計をですね、見たらですね、山崎が作った電子体温計だと思ってですね、使っていただくと嬉しいと思います。それで、この電子体温計を作った後、この手首で測る血圧計っていうのの研究を行っておりましてですね、北海道大学の医療電子工学のお医者さんとですね、それから、杏林大学のお医者さんとですね、共同でやっていたんですけどもですね、それで、でですね、こういうふうな研究をやっていましたところ、このソニーの創立者もですね、名誉会長と高齢になりましたので、名誉会長っていう職にですね、退きまして、で、この方はもともと日本発明協会の会長とかとやっていてですね、発明が大好きということ で、 この時はどんなものの発明に興味を持っていたかっていうと、ここでどこにありますかですね、手首の脈波、昔の医者さんはこの脈波を測ってどんな病気か診断するっていうのをやってたんですけども、最近ではまあそういったことは少なくなりましたけどもですね、このところにさまざまな情報が含まれていると。で、この情報をですね、人間の手で測りますと、いろいろ個人差が出てしまうので、このところに加速度センサーをつけまして、でそれをこの腕体で巻いてですね、圧力をかけて、でこの加速度センサーの出力をコンピューター解析をして、どんな病気か診断するというふうな、脈診器っていうですね、このそういった装置のですね、発明をしていたと。で、かなりですね、これにありますといろんな病気の進行度合いがですね、分かったような気がしていくんですけども、でそれで私も手首で脈を測ると、ソニーの創業者も手首で脈を測るということで、脈がつながりでソニーに来ないかっていう話になりまして、ソニー社員になったんですよね。あ、間違えた。で、ソニー社員になりまして、イブガマサル氏の直轄部隊に配属になったと。で、イブガマサル氏が見た夢の実現等に書いてありますけども、こういったことの研究をしなさい、ああいったことの研究をしなさいっていうような感じでですね、この人がいろいろ指示していただきましてですね、それでそれをですね、やると。で、ある時このソニーのソルシャーがですね、西洋薬でも東洋薬でもない第三の薬としての病気にならない体をこしらえるための研究をしなさいと、これからここの時代がやってくるんだっていうのでですね、ここの時代を象徴するかのように、なんとですね、森健一郎氏、この森健一郎氏もですね、実はソニー社員になっていると。で、森健一郎氏はソニーコンピューターサイエンスラボラトリーというところに配属になりまして、私はこの生命情報研究所というところにですね、配属になったと。これで、この、これがですね、生命情報研究所の発足会の写真で、ここに座っている人がソニーのソル氏のイブカマソル氏で、で、ここに立っているのが若きの山崎康夫です。なんか今の顔とですね、よりも結構丸顔でですね、この時の方がなんかふくよかな感じがしておりますけどもですね。それで、ここにで、ここでですね、ソニーのソル氏のこのところがキラキラ光っているのはこれ何かっていうと、一度脳梗塞で倒れまして、でそれで、脳梗塞で倒れてしまったんで、このクレマスに乗ってるっていう感じなんですよね。で、この脇に座ってる人もですね、これすごい人なんですけども、世界で初めてヤギに人工心臓をつけたっていう人工心臓の権威の人であるだけでなく、この東洋薬ではなくて西洋薬ではないっていう、そういうですね、先ほどのこの第三の薬、代替医療っていうんですけども、この代替医療の権威の人なんですよね。で、この人が生命情報研究所の顧問になってくれてると。で、この人はですね、もっと面白いのがありまして、その鉄の頭の鉄が治む氏、それの高校時代のお友達なんだそうですよね。おいで、でこの人は東京大学の医学部で、鉄が治む氏は大阪大学の医学部に行ったとかで、おいで、この人のですね、なんか風貌を見ると何の話に想像がつくかと思うんですけど、お茶の水博士っていうのが鉄の頭に出てくるんですけど、そのモデルになった人のうちの一人というような感じになるわけですよね。
そうやって面白い人がですね、このところに参加していただいているわけなんですけども、でこのくらいの、これが生命情報研究所関係者一同なんですけども、このくらいの人数が集まると、生命情報研究所の象徴っていうのを置いて、普通でしたらば創立者のところにいろんな報告をしに行くというのなんですけども、こういった分野にですね、非常に興味を持った伊深勝氏は、伊深氏自ら生命情報研究所の所長になっているわけですね。ですからこの非常に高齢でですね、伊深氏と一緒に仕事をするとかっていうのはですね、なかなかそういったチャンスではないんですけども、これでですね、一緒に仕事をすることができたっていう、非常に素晴らしいチャンスを得たっていう感じになります。で、それでですね、この生命情報研究所でどんなテーマをですね、研究をしようかということでですね、ずっとテーマ探索っていうのをしてたんですが、このサイモントン療法っていうのがあるんですね。なんか聞いたことあります？あります。この人はサイモントン博士という人なんですけども、このサイモントン博士はですね、放射線科のお医者さんなんですよね。で、がんになった人に放射線を当てて治すとかっていうようなことをしてたんですが、でこの人の奥さんがですね、心理療法をする人で、で、このいろんなセミナーもやってまして、心の持ちようでがんが良くなったり悪くなったりするというのをですね、このサイモントさんに言ったところ、あ、そうかと、それじゃあがん細胞をやっつけて喜んでいるイメージをしてもらったら、患者さんにがん細胞をやっつけて喜んでいるイメージをしてもらったら、もしかしたらがんが治るんじゃないかというので、その研究を始めたんですね。で、こういうようながんと心の状態 の研究っていうのが、精神や腫瘍学っていうのはですね、精神と腫瘍学、腫瘍っていうのはがんの腫瘍ですけども、その精神腫瘍学っていうふうな学問が出ていたんですけども、直接がんを治すというふうな、がんになる人とその人の心の関係っていうふうなのを主に調べていくのが精神腫瘍学だったんですけども、がんを積極的に治すという、そういったことをですね、始めたわけなんですよね。で、このサイモントン療法を一番最初に施した人はですね、喉頭がん、喉のがん、で、唾を飲み込むのをやっとっていうふうな感じで、西洋薬でとどうしようもならないっていうふうな人を、このサイモントン療法っていうのを施したところですね、2ヶ月間で治っちゃったんですよ。だから末期がんという、もうなりませんよっていうような感じの人が2ヶ月間サイモントン療法をやって治ってしまったと。で、そのサイモントン療法のやり方っていうのは、がん細胞をやっつけて喜んでるイメージをしてもらうという、そういうふうにですね、ハイヤーセルフという自分自身の中の意識の一番高い状態っていうのを目の前にイメージしましてですね、そのハイヤーセルフとともにがん細胞のところまでですね、体の中をずっとですね、イメージで移動してきまして、がん細胞のところに行ったら、ハイヤーセルフに作ってもらった秘密兵器でがん細胞をやっつけて、あ、やっつけたっていうふうに喜んでいるイメージを していると、2ヶ月間でがんが治るという、そういうふうな、非常にですね、普通でしたらあんなことやってがんが治るのかよとかというふうなものをですね、ちゃんとやりますとがんが治ってしまうんですね。で、そういうふうに、その西洋薬とか東洋薬とか使わないでがんを治ってしまったっていうのは、がんが自然退縮をしたというふうに言うわけなんですね。で、こういったことをですね、たくさんの人に、この方法を施しまして、それでがんが治っていくといった様子を、このがんのセルフコントロールっていう本にまとめたんですよね。で、それなんでこの本が全世界的にですね、広がっていきまして、で、日本の NHK でもですね、このがんの自然退縮の特集っていうのが組まれたんですね。で、それを見ていた私が、これこそがソニーのソリューションいうところの病気にならない体を壊せるための研究にぴったりだということで、この研究をその生命情報研究所でしようということになったんですね。で、この時にですね、中央研究所の所長にですね、これがこうやってがんの自然退縮っていうのの研究をするんだよというような感じのことを話してたからですね、話したところ、そういうふうな研究をするんだったら山崎君とはもっと本格的にやりたまえというような話になっちゃいまして、ソニーだけだと本格的なこのがんの研究とかっていうのができないので、じゃあどっか共同、そういった研究をですね、共同研究してくれる先を見つけようというふうなことになりまして、日本にありますこのがんの自然退縮の研究をやってるですね、人たちにですね、手紙を書いてですね、順番に会いに行ったんですよね。そうしたところですね、いろんな先生に会いに行ったんですけども、この国立精神神経センターの免疫研究部のお医者さんがまさにこれにぴったりの研究をやっておりまして、でこのところとですね、
共同研究することになったと。で、私の家からですね、ソニーに行くにはですね、1時間とか1時間半とかかかってしまってですね、毎日通勤が大変だったんですけども、この国立精神神経センターというのは東京の小平にありまして、私の家から下りの電車でですね、30分で行けちゃうという非常に便利なところだったわけなんですけども、でそれで日本の先生とですね、お医者さんなわけなんですけども、研究をしていたと。でどんなふうに、なのがこのがんの自然対処かっていいますと、この快楽中枢っていうのがありまして、脳の中に栄転神経というのが言われているところなんですけども、私たちがですね、喜んでこのところでがん細胞をやっつけて喜ぶとかっていうやつなんですけども、喜ぶとかそういうふうなですね、ところになりますと快楽中枢が興奮すると。そうするとこの快楽中枢からホルモンが出まして、それが免疫に作用してですね、免疫力が高まるというふうに言われていたんですよね。でそうするとこの免疫力が高まるんでですね、がんだけでなくですね、エイズとか結核とか今流行りのコロナウイルスもですね、免疫力を高めることによってですね、悪化を防いだりとか感染を防いだりすることができるわけなんですね。ですからこの快楽な状態にして免疫力を上げるっていうのは非常にですね、素晴らしい方法だということになるわけですね。でそれで実際にこれがどのようにして起こっているのか、本当にこういったことが起こるんだろうかっていうのをですね、動物実験をしてですね、で学会発表したと。でどんなふうにして動物実験をしたかっていうと、このネズミマウスをこうやって用いるわけなんですね。このマウスっていうのは、一つ飼いの夫婦からですね、たくさんの子供ができまして、その子供の臓器の位置が同じなんですね。でそれなんでこの、快楽中枢、このこうやってですね、脳の中でこうやって紫色に光っててくれるとですね、あ、ここが快楽中枢だって分かるんですけども、脳の他の部分と同じような感じですね、あるんで、どこにあるのかってなかなか見つけ出すのは難しいんですね。ところが同じ、兄弟だったら同じ、同じ位置にあるっていうんで、一匹のマウスにですね、のこの位置を探ればですね、あとは同じ位置に差し上げればちゃんと快楽中枢に届くというのでですね、このマウスっていうのを用いたんですけども、で脳に電極を刺しまして、がん細胞を皮膚に植え付けておきまして、電気刺激ありと電気刺激なしで、電気刺激あり、人為的に快楽な状態になっているこのネズミとそうでないネズミとどう違うかっていうのをですね、やったところ、この電気刺激ありのネズミはですね、一番最初がん細胞が壊れるっていうことが分かったんですね。でこっちは変化なしと。でこのがん細胞をやっつけてるのは白血球なんで、白血球の状態を確かめたところ、白血球が活性化するっていうことが分かりまして、こっちは変化なしと。こんな感じで細胞培養とかっていうのをしながらですね、こういったのを突き止めたわけなんですけども、ですから、快楽中枢を電気刺激してあげることによって、白血球が活性化するんでがん細胞が変わるんだっていうふうなメカニズムをきちっと確認したわけですね。ですからネズミの場合にはこうやって頭に電気を刺すっていうことで快楽にできますけども、人間の場合にはですね、どこにあるかっていうのはまず個人差が非常に大きいんでですね、なかなかこのことを届かせられないというので、どうやってやったら快楽な状態を作れるんだろうかと。で実際にサイモントの博士はこのがんのセルフコントロールって本の中ではイメージ療法によってですね、快楽な状態を作っていったわけで、私もソニー社員を集めましてイメージトレーニングをしてもらったんですけども、イメージが上手にできる人がですね、非常に少なかったんですね。ですからこのぐらいの人しかイメージが上手にできないというのは、これは使い物にならないと。イメージ療法よりもっと優れた方法はないだろうかというのでですね、いろいろなことをですね、試していったところ、催眠がよく、効くというようなことが分かったんですね。で、さらにですね、催眠の研究をやってますと、今度は瞑想っていう方法も非常に素晴らしい方法だというようなことに気がつきまして、で、サイモント博士もですね、このがんのセルフコントロールって本の中ではイメージ療法によってですね、がんを治すということをやってたんですが、その後に出たがん治癒の道、この本の中ではですね、瞑想で治すというようになったわけですね。ですからソニーが辿ったこのどの方法がベストかっていうのとですね、サイモント博士が辿った道とですね、同じ道になったということで、ソニーでの研究結果っていうのもですね、非常に、なんていうんですか、正しかったというふうな感じになったんですね。でこれで、催眠と瞑想をですね、さらに深く研究していくというふうなことをしようとしていたんですが、ところがこのですね、
ソニーのソリューションが他界してしまったんですけども、他界しただけだったらまだ続けられてたんですが、その後ですね、ピエール法っていう法律って聞いたことありますかね。プロダクト、ちょっと待ってです。製造物責任法っていうのはピエール法っていうんですけども、メーカーが作ったものがですね、故障したなんかして不具合を起こすとですね、そういうのが頻発すると、リコールとかっていうのは聞いたことあると思うんですけども、回収して直すとかって、でそうやってメーカーがですね、しっかりと責任を負わないといけないっていうことになりまして、でメーカーの責任が重くなったと。でそこでですね、ソニーの取締役会が、もしソニーで作った医療機器が医療事故を起こしてですね、多くの人が死んでしまうと、あったりなんかしたらですね、大変なことが起こると。なんでソニーでは医療機器の研究はしないっていう、そういった話だしたんですね。で私たちがいたこの生命情報研究所っていうのは、実は医療機器の研究部隊だったんですよ。それなんで、この他のソニーの中のいろんな医療機器の研究部隊がどんどん廃止になってしまって、生命情報研究所も廃止になっちゃったと。でこれまでこういった研究をしてきたのは、これから先ですね、ソニーでは医療機器の研究をしないっていうことで、ソニーで役立たすことはできないということになっちゃったんで、それではもったいないっていうんで、ラディアンスを作りましてですね、でこのところで催眠と瞑想というのの研究と、あるいは実際の催眠と瞑想の施療っていうのをここでやってきたわけですね。でこれまでに1万これまではこの創立して25周年目なんですけども、今年で、1万人の人に8万回の、催眠療法を施していきまして、結構な人数なんですね、8万回っていうのは。で瞑想法は2000人の方にですね、伝えまして、でプロの催眠療法士、ヒプノセラピストは100人輩出してるんですね。っていうふうな感じで、でこういうようなことをやったっていうんで、催眠と瞑想に社会貢献をしたっていうんで、勲章もいただいてしまってると。ですから、今回ですね、ラディアンスのこのセミナー、どのくらい信用していいんだろうかみたいな感じでですね、一抹の不安もあったかもしれないですけども、100%信頼していただいて大丈夫ですよという感じで、安心して聞いていってください。